ました。で実際ヒデさんも髪の毛ピンクにしたりとかしてたんで、やっぱりヒデさんもそういう敵を全く作ってないような感じの人だったなみたいな、そういう象徴の色がピンクだなっていうふうに捉えたので、今後そうしていきたいと思います。